どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はですね、ホンダのホームページで、フィット4のマイナーチェンジモデルの情報が公開されましたんで、急遽死に物狂いでですね、まとめてみましたんで、よろしければ一緒に見ていただければと思います。それではよろしければお付き合いください。はい、ということでホンダ新型フィットマイナーチェンジモデルを公式先行公開と、スポーティーなデザインと走りにこだわった RS も新設定ということでございまして、こんな感じのフィットに生まれ変わるということですね。概要なんですが、お客様のライフスタイルやライフステージに合わせて選択できるフィットのコンセプトはそのままに、ベーシック、ホーム、リュックスはより端正な新デザインに、それからクロスターはよりクロスオーバーらしさを強調したデザインとしましたと。で、あとスポーティーなデザインと走りの質にこだわった RF を新設定ということになります。で、発売予定日は2022年の秋頃ということですね。それでまずエクステリアの変更ですが、現行モデルとニューモデル、まだね、現在このフロントからサイドのこの画像しか公開されていませんので、そこをちょっと比べてみたいと思います。で、まずベーシックが、画像なかったんでホームからいきますけども、これが一番オーソドックスな、グレードになると思うんですが、上が現行、下がニューモデルということになりまして、どこが違うのか、こっちが現行ですね。現行ホームで、こちら側がニューホームということになりますが、一つはですね、ここのフロントグリルのここのメッキのラインが上に上がって中央に来てる感じですね。ここが一つ変わってるんじゃないかと思います。あとバンパーのところのデザインも、現行はちょっとこう、なんていうんですかね、口角が上がってるのと口角が下がってるっていう感じですかね。そういう雰囲気になっておりまして、あとボディカラーがここまで多分入ってきてると思うんですけど、現行は新しい方はもうセパレートされてる感じに見えますね。その他は特にないような気がいたしますが、どうでしょうか。それからクロスターといういわゆる SUV っていうんですかね、グレードなんですが、こちらはこれが現行、そしてこちら側がニューモデルで、ちょっとね、ニューモデルの写真がいろいろついてるんで、もしかするとオプション設定のやつも入ってるのかもしれないんで、ちょっとね、なかなかよくわからないんですけど、とりあえずこのまま比べてみますと、まずグリルのところのこの部分ですね、ここがいわゆるこう水平基調っていうんですか、平行パラレルになってるやつが、メッシュ形状になっているというのが一つありまして、あとはですね、多分ここのアルミホイルの色が黒っぽいんですよ、これに比べて新しい方は。で、ドアハンドルもこう黒くなっていますよね。なのでちょっとブラックスタイルっぽい感じがします。で、あとルーフレールがここについてるんですよ。で、あとここのガーニッシュっていうんですか、アンダーガーニッシュっていうんですかね、サイドとフロントと後ろもついてるかもしれないんですけど、これがくっついてるということで、よりクロスオーバーというか SUV っぽくはなってるんですが、ちょっとオプションかどうかっていうのが分かんないんですけどね、かなりかっこよくなってるような気はしますね。はい、それから次にリュクス、ラグジュアリーの言葉だと思うんですが、一番高級感のあるタイプなんですが、上が現行、下が新しいモデルになりまして、これもですね、ここのフロントグリルのところのここのメッキがホーム同様真ん中に来ていると。で、バンパーの形状がやっぱり口角が上がってるのと下がってるので、メッキが新しい方はここにも入ってますよということですね。よりラグジュアリーとかルクスっぽくなってるのかもしれませんね。はい、この辺がエクステリアでちょっと変わってるんじゃないかと思っているところでございます。で、あともう一つネス、フィットネスとはかけてるのかもしれないんですけれども、これはなくなるということになります。で、あとですね、外観はそんなぐらいなんですが、 EHEV の、2モーターのハイブリッドシステムですけれども、これがよりパワフルになるということですね。ここに書いてありますが、モーター
出力のアップとともにアクセルの応答性も向上してよりパワフルな走りを提供ということですね。まああのベゼル、シビック、まあ、シビックアとか、それからステップワゴンとか、まあ、いろいろ EHV 搭載されてますから、その辺もフィードバックしてきてるんじゃないかと思いますね。こういうのは非常に嬉しいですよね。それからホンダフェンシング関係ではですね、トラフィックジャマーシフトというのが追加されておりまして、これを加えたホンダフェンシングを全タイプ標準装備ということで、まあ、トラフィックジャマーシフトっていうのはいわゆるあのこれまでの、渋滞追従機能付きのアダプティブクルーズコントロールに対して、この車線維持システムですね、 LKAF、 これがですね60km 以上じゃないとこのステアリングの操作支援してくれなかったんですが、これがもう0キロからになりますね。なので ACC もそれからこのステアリング支援も0キロからということになります。これちょっと新型シビックって書いてますが、フィットもそういうことになりますね。これは非常に嬉しいですね。また、運転が楽になりますし、まあ、ストレス解消になると思いますね。はい。それから、今回これが目玉だと思うんですが、フィット RF、まあ、EHEV モデルとガソリンモデルがあるようでございますが、まあ、エクステリアはこんな感じ。まあ、スポーティーな印象ですね。ここもメッシュになってまして。この辺のなんか空気孔みたいなのもありますしね。で、一応 RF 専用装備としてはフロントグリル、前後のバンパー、それからリアスポイラーというふうになっておりますね。ちょっと見えてないですけど。で、インテリアはこんな感じになるみたいで、まあ、あの、シートはいわゆるフェイクレザーとファブリックのコンビシートっぽいですね。で、まあ、皮巻きが入ってそうで、ここのステッチが黄色っぽいですね、色が。この下の画像でもここ黄色いのステッチが入ってるみたいなんで、ステッチは黄色になってそうでございます。はい、インテリアこんな感じ。で、あと、EHEV、ガソリン車にはない EHEV 専用装備としては、減速セレクターというのがありますね。いわゆるあのガソリン車でいうパドルシフトですので、まあ、回生ブレーキを強さをコントロールできると、いわゆるエンブレを使えるみたいな感じになると思うんですが、これは非常にありがたいですね。逆に言うとこれガソリンモデルにパドルシフトはつかない感じですよね、 EHEV 専用装備っていうことは。なので、まあ EHEV が欲しくなると、これを見れば欲しくなるなという感じにはなると思いますね、個人的には。それからドライブモードスイッチというのがついてるみたいです。まあ、ノーマルモード、スポーツモード、イコモードの3種類から選べる。まあ、これよくあるパターンなんですけど、まあ、あればあるでありがたい機能だと思います。それからボディカラーに関しては、ちょっとね、配色のものもあるとは思うんですけど、ちょっとすいません、そこまで調べきれてないんですが、スレートグレーパールという新しい色が追加されるようで、これどんな色かちょっと気になりますね。しかし、まあ、NBOX もそうなんですけども、赤以外、なんか地味な色ばっかりになってしまいましたね、ムフィットもね。はい。ということでございます。で、以上がですね、まあ、今回正式公開されているものだったんですけれども、やっぱ気になるのはちょっと価格ですよね。で、これはまだ公開されてないんですが、まあ、あの正直ね、デザインっていうのも好き嫌いありますし、今回もね、そんなに極端に変わった感ないんで、そこはちょっと置いといてもですね、まあその機能とかいろんな意味での全方向に完成度が高いなと思ってるんですよ、このフィット4。私はね、でコスパがいいっていうのもあるんですよね。だから居住性もいいから、これコスパ高いなと思ってるんですけど、まあ、今回のマイナーチェンジで値上げがまずあるのかと、であるとしたらどのぐらいなんだろうと、2万円ぐらいか5万円ぐらいかと、10万までいくとちょっときついような気がするんでね、まあ、そういう車ですからね、この辺はちょっと気になるところでございます。まあ、ということでですね、ちょっと駆け足で見てまいりましたけれども、本日フィット4のマイナーチェンジ情報が、ホンダのホームページに公開されましたので、軽くまとめて皆様と一緒に見てまいりました。はい、本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それでは、また。